前職は会社で一般事務してみました。たまたま通りかかって車見てかっこいいなっていうのもあったんですけど、はい、入ってみたらこうみんなすごい優しくてこう何聞いても答えてくれるしすごい馴染みやすかったですね。すごくサポートがすごくしっかりしてくださるのでもう何も気にせず飛び込んでもらえたらと思います、はい。仕事としては排水のものを回収したりとか洗浄作業とか飲料水のタンクの洗浄とかもしてます。言ったら特殊車両とかなるんでしたことないことをやってで自分のスキルがついてくると多分もっと楽しくなってきてると思うんで、まあ、そこから自分をどんだけ伸ばしていけるかっていうのが目に見えてわかると思います。わからないことあっても、まあ、先輩に聞ける環境やと思いますので何も気にせず入ってもらえればみんないいようにやってくれます。本当に仲いいですね、はい、すごく仲がいいです。やっぱり危険があったりする高所の高架水槽だったりとか地下の排水槽地下何階とか危ない現場であってもお互いの声かけとかすごく大切だと思うんですね。でそういうのがこう自然にできるようなみんな関係性で仲良くやれてると思います。やりがいはもう本当にすごくありますね。感謝されるのも大きいですしまた次もお願いしますすごく気持ちよくお願いされることが多いのでそれを聞くとやっぱりあ次も頑張ってみんなで行こうっていう気持ちになりますね。やりがいがすごくあって楽しい会社なのでぜひ来てください。女性も大歓迎です、はい。ドライバー求人サイトの